桜井食品十国ラーメン塩味ノンフライ麺に粉末スープがついています。麺は丸断面で太く、ノンフライで気泡感はありません。重量感が強い反面、歯ごたえは鈍いです。舌触りはラーメンというよりはうどんみたいです。10種類の穀物で作られた麺ですが、特に変わった香りはしません。スープは淡く濁り感があり、ちょっと洋風コンソメっぽい塩味です。旨味は控えめで素朴な味です。わずかですが唐辛子と胡椒のピリピリした刺激があります。ごまが入っていますが存在感は弱いです。ちょっと変わった味のラーメンで割高感があります。いろいろな穀物が入った麺が健康にいいと信じて食べるのがいいでしょう。